皆さんこんこにちは RC デザインスタッの沢です今回はあの北陸の物件からお届けしたいんですけれども、あの今、北陸でこう壁付き RC 像の3階建ての、ま、住宅というのを建設しているわけなんですが、今、1階の壁部分が、ま、鉄筋の工事というのをしているところですね。 今ちょっとここ、えっと、結構ロングスパン飛んでて、まあ、なんで壁が厚くなったりとか、まあ、そういうふうな感じでまあ補強してるんで、まあ、鉄筋もたくさん入ってるとか、まあ、そういう感じですねで、まあ、基本的な話なんですけれども力がかかるところは鉄筋の量が多くなったり壁が厚くなったりすることでまあ対処していくっていうで、まあ、それで対処できないようなスパンだとまあ無理だよって話になってくるわけなんですが、まあ、ある程度までは排気量を増やしたり壁厚を厚くしたりすることで まあ対処することができますね。 でこの一般の壁っていうのは 20cm ピッチでこの鉄筋が入ってるわけなんですが、まあ、こっち側は1 0センチピッチで入ってるとでこっち、D の10っていう、D ってこの異形鉄筋っていうのを D っていうんですけど、D の13、1 3ミ、mm、リ筋で入ってて、てこっち側は D の10で1 0ミリ筋、1 0ミリ筋で入ってってるってう、まあ、そういうふうにあの、まあ、それぞれあのどれだけの力がかかるから、まあ、どれだけのことをしなきゃいけないかとかっていう、まあ、そういうふうなのを、まあ、それぞれ違ってくるわけなんですよね。 ケースバイケースで、えーまあ、構造設計者が選定しているという、まあ、そういうふうな話になりますねでこの壁式 RC 像というものはもうこの鉄筋とあのコンクリートをそのミックスした、まあ、壁になるわけなんですけどこの鉄筋というのがですねこのこう,う,うに分かるか分かんないですけど落ちたら揺れるんですよねこういうふうに。 鉄って非常にこの揺れやすい属性を持ってて、だいわゆるその鉄骨像って揺れやすいわけなんですが、まあ、それがその建物の人生っていう、この粘りっていうものを作り出すことになるんで、非常に重要な要素なんですよね。揺れやすいっていうのは、まあ、ある種非常に重要な要素なわけなんですが、だからその鉄筋コンクリート像っていうのは、この鉄筋を持ってその人生っていうものを獲得しながら、るある程度建物に粘りをつけるわけなんですよね、地震の時に。 倒壊しないようにするというか、まあ、そういう,ふうな性質がまあ鉄にあってでいわゆるこの引っ張りに強いわけなんでこの引っ張られる時にこの鉄筋が効いてきてであとは建物全体の合成として、まあ、コンクリートがあの受け持っているわけなんですよねで例えばこういうふうな建物でいうとこの床がコンクリートの床だよっていう時にこの床がコンクリートで一体的に連続していることで、まあ、この建物全体が1つになる合成というものが生まれるわけなんですよね。でそういう ういうふうな特徴っていうのはその鉄筋では作り出せないですよ。 こういうふうに揺れ,揺れちゃってますから合成あの一体的な合成ってないわけなんですよねこれによってで、まあ、そういうふうに一体的な合成っていうものはコンクリートを作り出して建物の粘りとかそういうふうなものっていうのは鉄筋で作り出してるっていう、まあ、そういういわゆるコンクリートの属性と鉄の属性っていうものがうまく組み合わさった材料っていうものが鉄筋コンクリート像だよっていう、まあ、そういうふうな話になるわけなんですよね。 あの、鉄筋コンクリート層でも、例えば2階の床ですね、床スラーブにおいて、コンクリートって、荷重の観点ではもうあまり役に立ってないんですよね。あの、ほとんど鉄筋で受け持たれてて、遠いえ水平合成っていうか建物の全体の強度っていうものはコンクリートが受け持ってたり、まあ、それぞれの力が、あの、それどっち、コンクリートと鉄筋でどっちが受け持ってるのって話はあるんですけど、あの、それぞれ適切に、あそれぞれが受け持ってるっていう、それが鉄筋コンクリート、 グリード像だよってことになるんですよねだからそこが非常に面白くて非常に合理的であの非常に構造的にも重要なことなんですよね 鉄っていうものがその、まあ、火に弱いって話があって、熱、ま、せ、あね、られるとあの、まあ、木,造木材のように燃えるわけじゃないですけど、強度が低下するわけなんですが、そういうふうなものを火に強いコンクリートが包み込んで、えーまあ、鉄っていうのはまああの錆びやすいわけなんですが、錆びる鉄を錆びないコンクリートが包み込んでっていう、でその陰長強度っていうものがないコンクリートの中に、鉄のこういうふうな拝見をすることで、あの人生っていう粘りを立てて ものに作り出すっていうまあそういうふうな建物全体のまあ、この一体的に動く強度みたいなのがコンクリートを受け持ったりあと遮音性とかそういうふうなものがコンクリートを作り出したりとか、まあ、この状態だと落とすかすかだと思うんでまあ、それぞれその、えー、それぞれの材料があもう魅力 それぞれの材料が受け持つところをそれぞれの材料がまあ受け持って、例えば遮音性だとコンクリートが受け持って、人性だと鉄筋が受け持ってとか、それぞれ決まってるわけなんですが、それ、そういうのをミックスして作り出された合成の高いいろんな性能がある住宅っていうものが鉄筋コンクリート像だよっていう、まあそういうふうな話になるわけなんですよね。 まあ、いわゆるこの鉄とコンクリートというものを組み合わせて作る鉄筋コンクリート像という建物だからこそ生まれる魅力というのがあるという、まあ、今回はそんなお話ですね。ままた動画のよろししくお願いします